はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日は保育園園長の新井拓真さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですが、まず最初の質問なんですが、拓さんはどのような夢やビジョンをお持ちですか？そうですね、僕は保育園で、園長っていう肩書きはありますけど、スタッフがね、基本的には子どもたちを見ている状態なんですよね。で、スタッフと子どもたちっていうのは当たり前なんですけど、子どもたちだけじゃもうねダメなんですよね、今の世の中。もうお母さんたちも本当に家事はともかくとして仕事をやってるっていうのも当たり前になってる世の中になってきてるので、本当に子どもを通して、家庭も支援していくっていうような、保育の力で家庭までを幸せにしていくっていうのを目指してやってますね。はい。なんかその家庭が幸せになった家庭がどんどん増えていったその先にはどんな社会や世界になっていると思いますか？そうですね。昔のね、昭和とか大正とかの家庭像っていうのは近隣とね、なんていうかな、余裕があったというか、気持ちに余裕があった、っていう時代感かなって思うんですけど、今のお母さんたちはね、当然もう余裕なんかね、もう今に一生懸命、生きること、今日を乗り越えることに一生懸命な方が非常に多いので、だからその心のゆとりができることで、子供にもそうだし、目の前の人にもそうだし、大切な人を大切にする世界観っていうのができていくかなっていうのは僕はね思ってます。そうですね、すごいなんか素敵ですね。はい、僕本当に人生の、いろんな自分のモットーありますけど、自分のね、世の中を幸せにするみたいな大それたことって、やっぱり目の前の一人を大切にしていくっていうことから始まるので、僕はそこを本当に大事にしていて、スタッフとかにもよくまた言ってるよぐらい言ってます。そうなんですね。はい。いや、でもすごく大事なところですよね。ありがとうございます。はい。では2つ目の質問なんですが、たくさんはそれを具現化するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？はい。子供に関しては保育のところで、やっぱりお母さんね、自分が大変でも子どもの成長とか子どもができたこと、子どものことのエピソードっていうのは非常に喜んでくれるっていうのはもう当然なので、まずは保育園では子どもたちがね、毎日を思い出にっていうテーマにしながら、子どもたちが過ごす中で一日一日が思い出になるような、で、その思い出を届けるような形で保育させてもらってるんで、連絡帳だったり、あとは帰りのお迎えだったりね、そういうところでも今日こんなことがあったっていうのを映像に思い浮かべられるような形で伝えようっていう、ただ単に報告じゃなくて、きっちりそういうことを意識しながら伝えようっていうのはよくやってます。で、お母さんたちそれを聞いてね、喜ぶ方もいれば、逆に言うと、もう本当に連絡帳でそういう感謝を伝えきれなくて、お手紙書いて持ってきてくれる方なんかは、もうその時はもう僕らが泣くっていうね、感じですけど。で、あともう一つは、保育を一生懸命やっていて、これ本当に真面目な話、お母さんたち、本当にいろいろ悩みを抱えているので、それにこう寄り添ってヒアリングしていくと、行き着くところは、保育の力だけではね、足りないんですよね、家庭を支えるっていうのが。で、僕がそこに葛藤して、今ね、家事代行の会社を作りました。家でも、常日頃その家事代行っていうんじゃなくて、保育園のあり方っていうのも一つ、万が一の時に預けられる場所があるって、万が一の時に助けてくれる人がいるっていうのをね、それがあるだけで預けなくてもお母さんたち頑張れるんですよね。だからそういう居場所で、家事代行も、保育園が運営する家事代行会社っていうコンセプトでやってるので、そういう家事代行ってないんですよね。日そう本です見てもね。ない状況の中で、
やってみようというところで、でそれもその本来その家事を任せるっていうのは悪いなっていうふうに思う方もいるんですけど、でもね、万が一の時は任せられるよっていうのと、あとは子供とね、いわゆるさっきのように大切な人と大切なと時間を過ごすために、ここだけは人にお願いする、でそれをアウトソーシングすることによって大切な人と向き合える時間、自分の心と向き合える時間っていうのが生まれるのかなっていうので、だからそれはその保育園ではできないので、保育は保育で子どもたちと向き合う、で、家事代行は家事代行で足りないところの家庭を支えるっていうところで、今両輪でやってます。そうなんですね、すごい新しいなと思って。確かにお母さん、まあ、自分もそうですけど、 なかなか困ったとか助けてっていう言葉が出てこない。そうなんです、困ってるのに困ってることもなんか意識できなくて、だからなんか本当にそういう、ね、任せられるとこは任せられるとか、でここ、ね、目の前の子どもとこう向き合えるとか、なんかそういう、こう考え自体がね変われるような、なんかそういうシステムでもあるのかなっていうのを。そうですね、なんかそのまだまだ根付いてないんで、ご依頼っていうのはそこまで多くはないですけど、でもやっぱりそれも浸透文化風土なので、まあ、僕らはそこは収益っていう風なことでチームではあんまり考えてなくて、まあ、5年後10年後の目指す世界観に向けて、まあ、今から困った人を少しずつ、救っていけたら、まあ、救うっていうよりはね、一緒に頑張っていけたらいいなっていうのがね、まあ、あそこにね、もう辛いからもうちょっととりあえず相談してみようみたいな、別にそれが仕事にならなくてもいいかなぐらいに、まあ、社長がそんなこと言っちゃダメだけど、まあ、僕は今はそれでいいかなって思ってます。今5年後10年後っていうのが出てきたんですけど、例えばじゃあその今保育園と今お話出てる家事代行っていうところがこう合わさったところで5年後だったら、例えばどんな風になっているとかっていうのはあるんですか？あ、すみません、5年後だったらその2つを合わせたところで5年後だったらばどんなこうなんだろう関係性になっているとか、まあ、どんな会社になっているとかっていうイメージはありますか？そうですね、5年後の、まあ、10年後かな10年後の世界観は、まあ、少子高齢化がまあさらに加速していって、保育園の、今の図式というかは、まあ、一変してると思ってるんですよね。今の数はいらない、そもそも、まあ、今その大学小中高合併とか閉鎖とかってなってますけど、まあ、保育園も10年後はそういう世界観になっていって、縮小になっていると思います。で本当に保育を磨くところもあれば、逆に言えば、まあ、悲しいかな、そうアピール合戦みたいな、広告宣伝とか打ってね、商業的なアピールをするようなところの保育園も出てくるんかななんていうのは危惧してるんですけど、まあ、ただ僕らが目指す世界観は、まあ、やっぱり、子どもを中心とした家族をサポートしていくっていう観点は変わらないので、まあ、これに関してはね、時代が変わったとしても、まあ、このコンセプトは毎日思い出に子どもの成長と安心安全を届けるっていう、でお母さんたちが、まあ、目の前にねお迎えとかに来た時に顔のね表情が言動がね何かこうんって気になるとこがあれば遠くで 見守るんじゃなくて、助けてってねお母さんたちは言えないわけですよ。保育士の目の前で頑張った姿を見せるわけですよね。だけど僕らがそこでそっとね今日もお疲れ様でしたとかってね一言声かけるだけでなんかその紐が一つ緩んで僕らに涙を流しながら実はなんていうのを打ち明けてくれるっていうお母さんたちもいるので、まあそこに関してはあり方としては今も時代が変わっても変わらないかなっていうところがあります。で家事代行のところは10年後に関してはおそらく浸透しているかなと。で今現状東京都内の方ではね非常にもう家事代行サービスっていうのは年間何百万件という依頼がある、
ような状況なので、ただそれがいろんな日本全国のねお母さんたちの元に浸透して風土となる日本の文化となるっていうのにはまだまだかかるかなと、それには5年、10年はかかるかなと思っています。ただそれが保育と、まあ、教育とですかね、教育と家事の家庭の支援というところがリンクすると、その必要性が、まあ生まれて、国の方もですね、まあ、いろいろと動きがあるのかなっていうのは思っているので、まあ、それは民間の方からね、国の方に働きをかけながら目指すね、子どもを支援するっていうのよりは家庭を支援するっていう国の方向性に持っていけたらなとは、まあ、大きな野望では思ってますけど。はい、ありがとうございます。では3つ目の質問なんですけれども、まあ、今のお話の中にも入っていたかとは思うんですけれども、その目標や計画に対して現在どのような活動方針を持ってどのような活動をされていますか？そうですね、まあ、正直なところ家事代行については今広告宣伝打ってないです。コロナの関係で今はストップしようというので、リピーターの方のみで、新規の方っていうのは、まあ、知る機会はホームページぐらいしかないので、そこに関しては一回止めてます。これは意識的にですね。で、ただ保育園の方はまあ随時運営というか稼働はしているので、そこに関しては ごめんなさい、もう一回質問いいですか？どのような活動方針でどのような活動を行っていらっしゃいますか？はいはい、それもねやっぱりね、まあ、全部原点の話になっちゃうんで、まあ、変わらないんですよね。その子どもたちに、だからスタッフとよく話すのは、今月はどんな思いで届けようかっていうね話でミーティングをして、まあ、保育っていうよりはもうそのね人生の思い出を届けるっていう、でその中で成長するとか関わりがあるとか、まあ、いろんな、ね、細かい保育の、まあ、変な話だけど、まあ、手先だったり読み聞かせだったりこう、ね、思考なのか視覚なのか、まあ、いろんな保育の方法がありますけど、でもコンセプトはやっぱりその子どもたちが楽しく、でなおかつそれが豊かな思い出になっていく、それが記憶だけじゃなくて、体験として体感として残っていくっていうのが僕は大事だと思ってるんで、まあ、その何だろう、大それたことっていうのはやってないです。本当に日々の日常を大切にしていこうっていうところの積み重ねですね。その先にまあ未来があるのかなと思います。はい、ありがとうございます。なんかすごく温かい思いになりますね。ありがとうございます。はい、では4つ目の質問なんですけども、たくさんがそもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何ですか？またそこはどのような発見や出会いがそれによってありましたか？これはね、まあ本当これ話したら多分夜が明けちゃうんですけど、ね、まあこれは本当に熱い思いがあって、まあだからそのやりたいとかやるとかっていうよりはもうやめられない、もう僕はこれ人生で絶対にもう死ぬまでやっていくんだっていうぐらいに、まあ、思ってます。この保育っていうのはもう保育園を全て良くするために他の会社もあるって言っても過言じゃないぐらいで、まあそれのきっかけになったのは、まあもともとその潰れる保育園があって、でまあそこでいろんなね感情が芽生えて、これは本当に価値がある、うん、絶対やるべきものだっていうのを、まあそこでも思ったんですけど、まあ、本当にねもうそれがさらにもう腑に落ちて、まあ、家庭の支援っていうところまで気持ちが行き着いた、今の本当の今の自分になったのはやっぱ妻の出産ですね。もうこれは本当にもう僕の中ではもう人生のもう月と地球がぶつかったぐらいの感覚で、もうね、感動と感謝はもう一生忘れちゃいけない、生まれてくれて産んでくれてありがとうっていうのを、まあ妻にはもちろん子供たちにはもちろんですけど、その気持ちをねやっぱりその保育園に通ってるお母さんたち全員経験してきてるわけですから、
だからその時にただお迎えの時にね、きれいごとじゃなくて、やっぱりお母さんたちの表情が疲れてるんです本当に。だから僕はそれをね、なんだ、気づいてるのに、僕は気づいちゃったのに、見て見ぬふりしていいのかって僕は何回も問いかけて自分に、自分のそのね、助けたい、支援したい、一緒に頑張りたいっていう気持ちに嘘ついていいのかっていうのを、まあ、毎回、まあ、自問自答して、でまあとは言ってもなかなかね日常が難しい中で、立ち上げの時間もね必要なので悩んだんですけど、まあでも2年いろいろ構想を練っていろいろ葛藤して、やっぱりこれはダメだ、逃げちゃダメだっていうことで、まあ始めました。なんでまとめると本当に妻の出産で、もう一つはお母さんたちのお迎えの時の忘れられない表情、頑張ってる表情ですね、その2つがもう僕の生きる意味みたいな、保育園やる意味みたいな形になってます。はい、ありがとうございます。なんか無理やりまとめました。3日ぐらいかちょっと話した。そうですね。もう朝まで聞きたいところでの話ですね。はい。はい、これで最後の質問になってしまうんですけれども、まあそのね、奥さんの出産でしたり、あとはそのお母さんの顔を見てっていうところがあったと思うんですけども、まあそこで感動したとか、その思いになったそもそもの背景、もともと持っていたものがあったかと思うんですけども、それはどういったものだったでしょうか。感動の背景。感動、例えばその同じような感動、出産に立ち会った人もさまざまな思い多分持つと思うんですね。その旦那さん的な立場、はい、で、そのお迎えに来るお母さんの顔を見ても、なんかやっぱり人それぞれ本当さまざまな思いを持つと思うんですけど、たくさんが今すごい感動されたっていう、私その表現されたの初めて聞いたんですね、うん、なんかそこに至るまでにやっぱそれまでのそのたくさんのその人生の中でなんかいろいろ思うことがあったのかなっていうところで。あ、そうですね、まあそれで言うと、まあ僕がまあ今のね、まあ、今その園長とか会社経営で社長とかまあやらせてもらってますけど、まあ、うん、昔、まあ、実際にいじめにあったりとか、まあ、会社の子供の時だけじゃなくて、高校時代または会社、初めて働いた会社、で次にまた働いた会社のところで、まあ、僕やる気をこう言っちゃうタイプなんで、頑張りますやりますって言っちゃうタイプなんで、それが勘に触る人がね、まあ、いじめにあったりとかっていうのが、まあ、非常にあった時期はあったんですよね。で、まあ、その時に、まあ、何クソっていうふうにまあ思ったんですけど、でも、まあ、結局はまあそういう人たちを満たされてないのかなっていうのが、まあ、当時後から考えたらまあ、思ったところはあるんですよね。で、まあ、そこでまあいろんな出会いがあって、いろいろ逆に言うといじめられただけじゃなくてね、親切にしてくれる、救ってくれる人もいるわけで、まあ、そういう人たちには当然気持ちのね感謝ありがとうっていうところがあるんですよね。だからそのなんかそのありがとうといじめられた、まあ、両方を体験した時に、まあ、僕はねその人を大切にできる人間になりたいっていうのが、まあ、一つ腑に落ちたところ で、じゃあ誰を幸せにするのかって言ったら、まずは、まあ、家族ですよね。一番身近な家族を幸せにしていきたいっていうのから、今度はじゃあ、 目の前にいる人、まあ、仲間だったり友達だったりを大切にしていきたいっていうのから、まあ、派生して、大切な僕の大切な人を大切にしたいっていうところに、まあ、ある日行き着いてですね、まあそれをモットーに、まあいろんなビジネスもそうだし、まあプライベートもそうだし、まあ僕のその生きる、まあ、モットーの中に、まああったんで、その大切な人がね、命がけで産んでくれた出産ですよ。まあこれはもう本当にね、言葉にできないです。はい。だからでそれをやっぱり人ごとじゃなくて、保育園に通ってくれるお母さんたち、大切なもう利用者っていう大切な人です、僕からしたら。僕ね、たくさんの保育園がある中で、
ご縁をいただいてここに来てくれたわけですから、だからその大切な人たちが辛い顔をしていれば、まあ、僕も辛いです正直。だからその辛い気持ちを、まあ、形にして行動にしていきたいっていうのが、まあ、シンプルに心が出る気持ちなので、うん、まあ、昔の経験がでも関係してきてますかね。はい、ありがとうございます。なんか今すごいお話を聞いてて、なんかその私も、まあ、母であるっていうところからそう聞いたときに、まあ、すごい感動しているんですね。なんか自分の中のその思いもすごくなんか癒されたというか、めっちゃこんな感動で語ってくれる人に出会ったことがなかったなと思って。すごいその思いで保育園をね、作られていて、その、ね、一人一人を大事にしていくっていうそのたくさんの思いにすごく心打たれたので、本当これからも応援させていただきたいなと思います。ありがとうございます。頑張ります。必ずやります。はいですね、またぜひね、またお話もお伺いしたいと思います。はい、ちょっと短い時間でしたが、今日はインタビューの方ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。